今度はヒーローインタビューです。放送席、そしてマリンスファンの皆様、お待たせいたしました。今日は投打のお二人、お立ち台の方にお越しいただきました。まずは井口選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日は2本のタイムリーを含む3安打猛打賞、8回はもう打者一巡の猛攻撃、止まらなかったですね。そうですね、今年は本当みんなつなぐ野球してるんで、本当に今年のロッテの形だと思います。井口選手も打率も上がってきて、井口選手の笑顔もどん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 増えてるような感じがしますが、いかがでしょう。そうですね、ようやく調子上がってきましたし、本当に1、2番が塁に出て、得点圏に、いてくれるんで、非常にバットボックスに立ちやすいですね。今日は3回と5回のタイムリーを話しましたが、その打席に向かう時の気持ち、どんなもんでしたでしょうか。はい、本当につなぐバッティングだけ心がけてるんで、今年は振りすぎずコンパクトに、今のところ打席に入れてます。はい、やはり昨日の一戦にて日米通算1500本安打、これを達成したというのは大きいでしょうかね。ありがとうございます。昨日ちょっとね、力入ってましたけど、もうだいぶ楽に打席立てるようになりましたし、まだまだもう一個上の目標を目指して、これからも一本一本、ヒットを積み重ねていきたいと思います。やはり目標は2000本ですよね。はい、そうですね、少しでも多くヒットを打って2000本に近づけたいなと思ってます。そしてチームは本当に連敗しないんですが、これがまさにチームの輪でしょうかね。そうですね、今日も本当に、強いマリンズ見せれたと思いますし、昨日の展開でも、逆転できそうな雰囲気まで持っていけるのが、今年のマリンズだと思いますので、ぜひ最後まで諦めずに、応援してください。まずは打のヒーロー井口選手でした。大きな拍手お願いします。さあ続きましてピッチャー小野慎吾投手です。ありがとうございます。マリン初のお立ち台ということで、これで2連勝となりました。おめでとうございます。前々回がね、すごい不甲斐ないピッチングだったので、今日はね、本当に、連敗できないっていう気持ちもありましたし、今日は絶対勝つんだという、強い気持ちを持ってマウンドに上がりました。さあ、その強い気持ちを持ってマウンドに上がりましたが、立ち上がりちょっとびっくりするような展開になりましたが、いかがでしょう。本当にね、すみません、ああいう展開になっても、自分のピッチングを、貫けたので、そこはなんとか0点に抑えられたので、その後は5回にね、またフラフラしてしまったんですけれども、なんとか、踏ん張ることができました。やはり今日、テーマとしては無駄な打者を出さない、フォアボールを出さないっていう、テーマでしたけれども、しっかりそこは気持ちを抑えて粘りましたよね。いや、もうあれだけねフォアボールでした出してたらね、本当に野手の皆さんに、申し訳ないなと思いながら、マウンドには立ってたんですけれども、とにかく的場がね、すごくいいリードをしてくれて、とにかく自分のね、ピッチングをすることだけ心がけて、投げたんで、いい粘りが出たと思います。チームもそのいい粘り、そして小野投手の気迫にしっかりと押されながらも8回猛攻撃があって、その的場選手も移籍初のタイムリーも出ましたしね、一言お願いします。本当にね、的場もね、一生懸命やってくれて、いいタイムリーも打ってくれたんで、これからね、マリーンズにどんどん、貢献してくれると思うので、本当に今チームがね、いい状態なんで、このまま突っ走っていけるように、自分もどんどん、調子を上げていきたいと思います。さあ最後にご覧の皆さん、そして集まっている皆さんに熱いメッセージをお願いします。そうですね、本当にマリンで投げる日曜日っていうのは超気持ちいいんで、これからもどんどん、いいゲーム、皆さんにお見せしたいと思いますので、ぜひ球場に足を運んで、精一杯応援してください。よろしくお願いします。今日のヒーロー井口資仁選手、そして
小野慎吾投手でした。大きな拍手お願いします。以上ヒーローインタビューでした。ということで井口選手と小野投手のヒーローインタビューをお聞きいただきました。